エトラちゃんを見た。私はユリ、都内で稼ぐ OL だ。地元からは進学と同時に出た。帰るのはお盆と正月ぐらい。ただいま。別に地元が嫌いというわけじゃない。単に忙しいだけだ。本当は茜と会ったりしたいんだけどな。茜は私の幼馴染だ。大学進学とともに別れてしまったが、高校までは一緒にいた。そんな大親友だから、正月もお盆も地元に帰る時には必ずと言っていいほど会っていた。でも最近あんまり連絡できてないんだよな。電話かけても不在だし、メッセージを送っても未読。まさか何か事件に巻き込まれてたりしてないよね。そんな風に心配し始めた頃だった。彼から電話がかかってきたのは。はい、もしもし。もしもし、ユリさん。え、どちら様ですか。いいラギだよ。覚えてないかな。高校のクラスで一緒になったこともあるんだけど。え、あ、もしかしてあのヒイラギくん。それは高校時代あまり喋ることのなかった同級生だった。わー、久しぶりだね。元気にしてた。まあそれなりにね。でもそのヒイラギくんが何の用。もしかして同窓会のお誘いとか。いや、それが違うんだ。え、ユリさんって茜と仲良かったよね。あ、うん。亡くなったんだ。え、だから茜が亡くなったんだよ。そんな嘘だよね。本当だよ。本当って、でもどうしてそんなことを柊木君が。茜と親しかったっけ。高校の頃はそんなに。でも今は違う。付き合ってたんだよ。え、あ、茜と。はあ、まだ一緒に暮らし始めて数ヶ月しか経ってないけどね。本当に残念だよ。そうだったの。ごめんなさい。まだちょっと信じられない。受け止めきれないのは仕方ないよ。あの、お葬式ってもう済んだの。ああ、うん、家族でうちうちにやったんだ。自殺だったからさ。そんな、あの明るかった茜が自殺だなんて。もしかして最近連絡がつかなかったのも塞ぎ込んでたからなのかな。どうして私に一言でも相談してくれれば。大丈夫、ユリさん。あの、ヒイラギくん。なんだい。お墓参りってしてもいいかな。え、お葬式には間に合わなかったけどさ、せめてお別れぐらい言っときたくて。ユリさん、わかった。じゃあ来週の土曜日に来れるかい。お墓に案内するよ。ありがとう、ユリさん。ああ、ヒイラギくん、ごめんね、待たせて。じゃあ行こうか。うん。あの、ご家族に挨拶とかってできるかな。いや、やめておいた方がいい。あの人たちもまだ立ち直れてないから。そっか、そうだよね。それから私はヒイラギ君に連れられてお墓に来た。あの子の思い出話なんかをしながら。それでね、茜、その時に私のことを助けてくれて。本当に明るくて優しい子だったの。そうだったんだね。でもどうしてこんなことに。私がもっとあの子に寄り添えていれば。ユリさんのせいじゃないよ。恋人として僕にも至らない点は多々あったからさ。ヒイラギくん、茜のご両親ともお葬式で初めて顔を合わせてさ、僕申し訳なくてね、自分があの子の恋人だって言えなかった。葬式にも単なるクラスメートの一人として出席したよ。そうだったんだね。どうしたの？もしかしてお墓の場所がわからない？実はそうなんだ。お墓参り自体今日が初めてでね。僕の中でもまだ茜のことについて決着してなくてさ。気持ちはわかるよ。私もそうだから。ああ、あれだね、きっと。そして私たちは茜のお墓にお参りした。手を合わせて数分間、あの子の冥福を祈った。今日はありがとう、ヒイラギくん。いや、いいよ。それから私たちは駅までの道を一緒に歩いた。久
久々に訪れた地元の街は何も変わらない。茜との思い出が何度も蘇った。あのカフェ、よく茜と一緒に入ったな。あの子のお気に入りで。どうしたのゆりさん、ぼーっとして。ほら早く行こう。あ、ごめん。ダメだな私、今にもあの子があそこから出てくるんじゃないかって期待しちゃってる。もう茜はこの世にはいないのに。え、あ、茜。え、ゆり、どうしたの、正月でもないのに。いや、そっちこそ。まさか化けて出たの。何言ってるのよ。え、ひらぎくん。茜ちゃん、僕は今日家から出るなって言ってなかったかな。ごめんなさい、お腹空いちゃって。一体どういうこと。ヒイラギ君、説明して。マカネは死んだんじゃなかったの。冗談だよ冗談、季節外れのエイプリルフールみたいなものさ。わけのわからないこと言わないでよ。マカネが自殺したなんて、なんでそんなタチの悪い嘘を。私が自殺、どうしてそんな。もしかして茜と付き合ってるっていうのも嘘なの。なんだと。あ、ユリ、よくもそんなことがほざけたね。僕と茜は相思相愛さ、正真正銘の恋人だよ。それが嘘だって殺されたいのかい。本当なの茜。ねえ、そうよ、私と柊君は数ヶ月前から付き合ってるの。ただただすごい束縛してくるのよこの人は。束縛？そうよ、男の人の連絡先全部消せとか言ってくるし、仕事先の人とかもいるのに。こいつ誰だよ。職場の先輩よ。仕方ないじゃないか、それだけ君のことを愛してるんだ。なのに君はいつもゆりさんゆりさんゆりさん。ねえねえ、ゆりがね、頭がおかしくなりそうだよ。いいでしょ、同性の友達の笑いぐらい出しても。大体異常よ柊君。ここ最近はユリのこと着信拒否するように命令してくるし、 SNS だってブロックさせられるし。そうだったんだ、だから連絡がつかなくなってたのね。でもそれでどうして茜が自殺したなんて。そうすれば君が茜に金輪際近づかないと思ったからさ。茜と一番仲がいいのは君だからね。君さえ排除してしまえばこの子は僕のものなんだ。狂ってる。さあ行くよ茜ちゃん、こんなやつもう忘れてくれ。君には僕がいればいいんだ。なんだいその顔は。まさかまだ教育が足りなかったのかな。そんなはずないよね、付き合って1ヶ月もしないうちにみっちり教えてあげたじゃないか。僕に逆らうと危ないって。あなた茜に何したの。部外者には関係ないさ。さあ行くよ茜。行かせない。なんだって。私は部外者じゃないから、茜の友達だから。あなたなんかよりよっぽど茜のことを大切に思ってるからだよ。心底気に食わない女だと思えば、最初からずうずうしいと思ってたんだよ。ただの友達風情なのに墓参りしたいなんて言い出してさ。茜ちゃんは死んだって僕のものなのに。わけわかんないこと言わないで。それに茜は茜のものよ、あなたのものなんかじゃない。あの、もうたくさんよ。え、私がユリの話題ばかり出すのは、柊君と一緒にいるのが息苦しかったからよ。幼馴染との思い出にくらいは浸らせてよ。息苦しい。僕と一緒にいるのが息苦しいだって。僕はこんなにも君のことを愛してるのに。あんたの愛は一方通行なのよ、こっちがどう思うかなんて少しも考えてないでしょ。そんな独りよがりな愛なんていらないわよ。何を言うんだ茜。うるさいわね、もうあなたとは一緒にいられないって言ったの。私の友達の群がらつかむようなやつと恋愛なんかできるわけないでしょ。あの、茜に触らないで。なんだなんだ、カフェの外が騒がしいと思ったら気は喧嘩かしら。情けねえな男のくせによ。くそ、あ、逃げた。いいわ、ひとまず放っておきましょう。でも今後ストーカー化するかもしれないし、念のため警察には言っとかなきゃね。
そうだね。そうして茜は今回の一件を通報した。今まで何度か暴力を振るわれていたらしく、それが決め手となって柊木には接近禁止命令が出されたのだった。1ヶ月後。それにしても茜も思い切ったことしたね。え、何が？だって柊木君と別れてすぐ地元離れてるんだもん。タイミングが良かったのよ。ちょうど転勤の打診とかあったしね。というかむしろ今までは柊木君がいたから県外に出れなかったところもあるし。なるほど。ま、実際ルームシェアしていろいろ助かってるからよかったわ。結果オーライよ。そうだね。ん？誰かしら。え、公衆電話から。スマホじゃなくて？うん。もしもし。あ、あかねか。俺だよ俺。クラス一緒だった黒木だよ。え？お前聞いたか？ヒイレギのやつが死んだって。どういうこと？何でも自殺しちゃったみたいなんだ。とにかく今すぐ地元に帰ってきてくれ。葬式とかあるからさ。ええ、そうね。ねえ、黒木。なんだい？どうして私に電話したの？どうしてって、元カノだろ？お前ヒイレギの。私ね、ヒイレギ君と付き合ってたって誰にも言ってないの。ましてや、男のあんたと連絡なんか取ったら痛めつけられちゃうし。ユリ、警察に電話して。え？なんで？身の安全のためよ。ち。その後、柊木君は実に3回にわたり茜へ連絡をしてきた。いずれの内容も彼女を地元へと呼び出すようなものだったという。そして4回目、茜は柊木の申し出に乗るふりをして、警察をそちらに差し向けた。結果、柊木は逮捕。所持品からは刃物が見つかったらしい。その話を聞いて私は背筋が冷たくなった。そんな危険人物だったんだ、あの人。一歩間違えれば、私が最初にお墓参り行った時に刺されてたかも。恋が人を狂わせたのか、それとも狂った人が恋をしたのか。どちらにせよ、捕まってよかった。私も気をつけなければ、そう思うに足る出来事だった。ご視聴いただきありがとうございました。そもそも今までの交友関係があったからこそ、その人っていうのは作り上げられたわけですよ。それをたどうとするなんてひどすぎる話です。ましてその方法がなくなったからというたちの悪い嘘をついたのも最低すぎます。愛しているからといってもさすがに限度がありますよ。何にせよ行き過ぎた愛というのは恐ろしいものですね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでも怖いなと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。